ありがとうございました。金子でございます。ということで、今日なんですけども、お久しぶりのこの企画、回線ボックスシリーズー。で、今日の回線ボックスはですね、とある人物作っていただきました。はい、どうぞ。はい。久しぶり。例のもの。例のものね、用意しております。ありがとう。でかいな、おい。例のものね。10万円回線ボックス。究極の。ちょっと無理って作ってもらいました。でもね、今回はメッキのプロにもちょっと協力してもらって、うん、いい魚を揃えたんで、間違いないです。じゃあちょっと、いただいていきます。確かに。ありがとうございます。じゃあスタジオに帰って、開けていきましょう。ありがとうございます。はい。じゃあね。ということで、というわけで、よいしょ、思って。こちらですね。過去最大のデカさ。重さこれね、10キロは優に超えてます。変おじが満を持して作ってくれたこちらの10万円回線ボックス、一体何が入っているんでしょうか。さらにさらにこちら、じゃんどん、毎月恒例朝日さんからいただきました、こちらの工場出来たてうまさ実感パック、こちらも一緒に飲んでいきたいと思いますよ。食欲の秋ですからね、美味しいものが多い時期で、銀色も美味しく感じますので楽しみです。というわけでこれは冷やしておきます。楽しみだな。これ僕も何が入ってるのか一切知らされてません。予算だけ5万円から10万円でお願いします、何でもありでって言ったので、愛知県産の魚が多いと思います。10万円だからな、クエ1匹ドーンとかいう可能性もありますからね。この瞬間が楽しみだ。うおー、すっげえ、竜宮城じゃん。こんなん、これはちょっと期待大ですよ。まずこちら、じゃん、うわー、今が時期のやつ、うわ、すっごいコロンコロンじゃんこれ。サワラ、今の時期のサワラです。頭も入ってます。ちょっとやばいかも、相当いいサワラだなこれ。今年ね、サワラがね釣れないんですよ。僕も船出してますけどね。次こちら、あ、ハモ、うわ、物良いなこれ。変王子ハモ好きだもんな。この太鼓丸々超えてます。鮮度も抜群ですね。スレがないからイケスでずっと生きてたやつじゃないわ。本当に昨日取れたてって感じのやつですね。すごい脂ある、真っ白。次これ何、新聞紙で包まれとるっていうことは、あー、炭イカ、うわわわわわ、鮮度抜群。まだ生きとんじゃないかな、ほらまだ生きてますね。大好きなイカです。次、うわ、これ大きいな、よいしょ、これはスペシャルだわ。天然マダイ、これ2キロぐらいありそうだね。大台が1匹入ってました。これもすごいいいな、もうね、持った感じでわかる、この金目鯛はすごいいい、ピッカピカ、鮮度抜群の金目鯛です。これもすごそうだな、わ、ものすごい、これちょっと今日一感動かも。天然シマアジの生け物、この腹の厚さ、この太鼓、この背中のマッチョ具合、動画1本作らないかんぐらいのクオリティですよ。で、あとはこちら、じゃん、ワタリガニのオス、うわ、すっげえ重て、これはうまいですよ。ワタリガニは身を食べるんだったら絶対にオス、身だけだったらオスのこのぐらいのサイズ、これも最高ですよ。ものすごいいいクオリティです。すごいじゃん、変王子と金田さんの本気すご。こちら、じゃん、巨大伊勢エビです。でかすぎる、お、まだ生きとる、この大きさですよ。というわけで今日はこちらでお刺身の盛り合わせを作っていきましょう。で、大型魚に関しては片身抜きでいきます。で、ハモは骨切りして湯引きにしましょう。伊勢エビも刺身でいいし、ワタリガニはね、これ塩茹でて食べたい。お味噌汁とかもうまいけど、このクラスのワタリガニの味噌汁はもったいねえ。よし、じゃあやっていきます。では高速で鱗取っていきます。はい、では鱗が綺麗に取れましたら、頭と内臓を抜いていきましょう。これよく聞かれるんですけど、どうやってこのサイズ選んできますかって。これ僕のやり方なんですけど、まずエラに手を入れてグッと開きます。そうするとエラの付け根はこことここにあります。この2つでくっついてますんで、おーのことですね。こう入れたらクリッとます、切れました。そしたら次、ここの付け根ですね、ここの付け根もこうやって切っちゃいます。
膜を外してもうグラグラしてる状態です。そしたら立ててエラを巻き込んで包丁で押し付けてこうやって取っていく。で切り込みが浅かったらここで切ってあげるとエラが取れると。結構タイはね大きければ大きいほどエラ抜き難しいですよね。そしたら内臓を取っていきます。ズバンと、おお、いい綺麗な内臓だな。春になるとこの卵が大きくなってきてまたそれはそれで美味しいんですよね。はい、じゃああとは3枚におろすだけですね。この状態に全部していきます。シマアジとも一緒ですね。広げて付け根を2箇所切ってくびっとお腹割っていきます。これ楽しみ、天然のシマアジ。うわ、え、これ本当天然ですかっていうぐらいの脂乗ってますね。おお、これ天然の内臓脂肪です。恐ろしいクオリティです。金目鯛もね目利きが難しいんだよな。内臓よし、じゃあまず鯛から下ろしていきますね。頭を落としちゃいましょう。こんだけ大きいと骨がすごく硬いです。養殖の鯛はね柔らかいんですけどね、ただ硬いんですけど、ここ関節見えますかね、この関節にクッと入れば簡単に切れますんでね。要するにこの関節の隙間、ここに入るとスコンと落ちます。さあ下に1本。うわ、まだ身がプリップリですね。これはでも寝かしてもうまいタイプだな。片身は今日プリプリで食べて、もう片身は寝かして食べよう。池の魚はこうやって徐々に包丁を入れていく。骨から身をこうやって剥がしてあげるイメージですね。開いて少しずつ剥がしていくと、はい、これでマダイの2枚おろしの出来上がり。次金目鯛もいきましょう。まずは頭を落とす。金目鯛も先ほどと一緒、お腹から包丁入れていきます。で金目鯛は骨の角度がまっすぐなのでね、ちょっとでも下行っちゃうと骨が柔らかいんでね、スコンと切れちゃいます。魚ってその種類によって骨の構造も違うんで、そこが面白いですよね。はい、こんな感じで次シマアジですね。シマアジも頭を落とす。下に1本、上に1本。うわっ、すごい脂テッカテカ。次サワラ。サワラは身が柔らかいのでできるだけパチ数は少なく、でも皮はちょっと硬いので最初の一発は皮切って、背骨に包丁のこの頭をつけてこうですね、でそのまま引いていくと、あとはシュッと、はい、こんな感じ。綺麗ですね。ハモはシャシャッといきますね。目打ち、お腹を裂く。で背骨を取る。そしたら腹骨をすく。そしたらこの背びれの骨の延長、ここに真ん中に入ってますので、これを取っていきます。これですね。そしたらこの背びれ、ここを取ります。一番先端に V の字を入れて取っかかりを作ります。そしたらそこからパッて取っていきます。そしたら骨切りしていきます。まあこのぐらいのハモだったら、大きかったらこうやって3枚におろしちゃってもいいですけどね。そしたら骨切りしたハモをさっと移動し、もう鮮度がいいんでもうさっとで、このままでいいでしょう。ほんとにさっとで、皮目を少し強めにいって、身の方はもうジャブ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 、鼻先ぐらい OK。 そしたら粗熱が取れたらすぐに出す。綺麗ですね。次はイカですね。イカはまずは皮を剥いちゃいますね。エンペラの端から剥いていきます。伊勢エビが逃げようとしている。入った入った。これ伊勢エビ、皆さんほんと気をつけてください。ほら、いや、パシーンやったじゃないですか。こうめっちゃ鋭いトゲがあるんですよ。これ挟まるんで、伊勢エビって実はめっちゃ危ないエビなんですよ。強すぎ。イカ終わるまで待っとってくれ。もうすぐ出番だから。で、イカの薄皮を剥いていきます。これ薄皮があるんですよ、実は。ピロピロピロっとこの薄皮を取らないと少し口の中に残る。気にならん人はね、取らなくてもいいんですけど、やっぱりね、取った方がいい。ちょっと隅っこを切ってあげるとよりめくりやすい。こんな感じ。はい、いよいよです。
お待たせしました。ヒゲもね、このね、ヒゲも危ないんですよ。よし、ではいただきます。ちょっとヒゲ立派なんですけど、危ないので切っちゃいますね。完品ですね。足一つ欠けてない、ヒゲも欠けてなかったし。でまずここに V の字、そしたら裏側めくって、ここにも一立ちで、クリッと胴の身を剥がします。でこの時にできるだけこの中に入っている身、ここの部分ですね、これもクリッと取り出すイメージですね。これはお味噌汁、朝のお味噌汁、ヒレヒレですね。これを切っていきます。そしたらこの節がありますよね。 1,2,3,4,5,6 個節があります。この節を切っていきます。そしたら殻を外していきます。池だとカッチリくっついてるんで、こういったものでくじり出していきます。でこれ池じゃなかったらね、簡単にブリッと取れるんですけどね、生きてるとね、どうしても取りにくいです。裏技があって、本当にね、5秒ぐらいお湯にジャボンとつけると、この表面だけ熱されて簡単に取れるようになります。でもこうやって慎重にやればこうやって取れてきますんでね。あーやべ、尻尾取れちゃった。こうやって赤い色素が残ったら綺麗に取れた証拠ですね。そして下の殻もついてますので、下の殻も取っていきましょう。はい、ではこのように綺麗に取れました。あんな大きい伊勢海老でも意外と食べれる身の部分はこのぐらいですね。だいたい 200g ってどこでしょうね。そしたら流水に少し日本酒、そしたら伊勢海老を切っていきます。真ん中に1本。おお、まだビクッと動いてますね。はい、そしたら一口大にざく切りで、今回エビが大きいので少しアクが強い気がしますから、氷水にお酒ちょっと入れたものに少しくぐらせます。そうするとキュッと締まって、伊勢エビのこのアクもなくなります。小型の伊勢エビはね、これやんなくてもいいイメージなんですけど、大きくなればなるほど少しアクが強くなる気がします。刺身で食べるんだったら大きいのはこうした方が美味しい。はい、で表面が白っぽくなったらザルにあげていきます。はい、これで水気をしっかり切ったら伊勢エビのお刺身の完成。はい、では皮引いていきます。まずはシマアジ、腹骨をすいて、え、これさ、ほんと身だけ見たら養殖って思っちゃうな。でこれ今回10万円で買いましたけど、本来市場でこれを買おうとすると相当な目利きと、あと市場の人との関係値も良好じゃないと揃わない魚なんですよ。僕もあの市場にかれこれもう2年ぐらい通ってますけど、ようやくね、市場の人にも認知されるようになってきて、いろんないい魚出してもらえるようになりましたけど、パッと行ってお金出したから買えるっていうお魚じゃないんですよ。いい魚っていうのは皆さん欲しがりますから、お金どれだけ出しても使いたいっていうお店屋さんいっぱいありますからね。そういう魚のオンパレードです。今日全部すごいわ。魚種だけ見ると10万円ちょっとこれ高いんじゃないのって思う方いるかもしれませんけど、これを揃えるっていうことがどれだけ大変なことか、僕はものすごくわかります。なんなら10万円でも安いかなって思っちゃう。今回のこのボックスは相当頑張って揃えてくれたんだなっていうのわかります。本当にありがとうございます。でこのシマアジはですね、皮引き目すると価値が半減。はい、あーちょっとこんな感じ、ちょっと失敗しちゃった。カメラ逃しました。ちょっと見にくかったらすいません。絶対失敗したくないもんで、いきます。はい、完璧。そしたらマダイですね。そしたら大きいので4分の1背中の方だけ使っちゃいますね。はい、こんな感じですね。金目も腹すいて、ここに骨入ってますんで骨を抜きます。で金目鯛の骨はね、5本ぐらいしか入ってません。ここを抜いたらもう OK。 そしたら半分に割って、でこれあとは湯引きして切っていきましょう。サワラも中をすいて、でここら辺で半分に切って、はい、こんな感じ。そしたら金目鯛を湯引き、すかさず冷水で水気を切ったら、これで本日の主役たち揃いましたよ。そしたら今日は最近ハマっているこちら丸皿に行きたいと思います。丸皿に盛るポイントなんですけど、上の方から盛り付けていきます。つま置いて、大葉置いて、で大葉は3割の部分、ここが出てると美しいって言われてます。なのでこのぐらいですね。鯛切りましょう。縁側外して、天台はここに膜が残る場合ありますんで、この膜は取っちゃう。こういう感じで切っていきます。入れたら立てる、で角を立てる、で均等に並べていくと。そしたらここに乗せると、乗せたら少しこうで、次はこっちですね。こうやってジグザグに盛り付けていくと。サワラは平作りで角をしっかり立てて切っていくと、厚さは均等。
クッと金目いきましょうか。ここに赤入ってきます。今日はマグロがない代わりに赤色はこの金目鯛の湯引きの美しい皮目で、でこう押したらグッと押し込む。この押し込むことが大事ですね。島味も平作りでいきますか。これ迷いどこですね。薄く切ってもいいし平作りでもどっちでもうまいですよね。よっと、で押し込む。でツマが出てたらこれは取る。あとあるのが、伊勢海老とハモとイカ。なんでもう一発ここに鯛かまして、こうやって考えながら作るのが楽しいんだよな。はい、そしたらここに次は伊勢海老いきましょうか。殻、この殻を置いて、でここにツマを置きまして、大葉刺して、でここに伊勢海老を置いていくと。山盛り置いていきましょう。こういったものもね、パッと入るとすごく綺麗。ハモ、そしてこのスミッチョにイカ、でこちらくる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 と巻いて、イカのお花が出来上がり。そしたらここにイカの花を置きまして、またここにイクラとかがちょっと入ると綺麗です。ないのでもみじおろしをちょっとと入れて、はい、これで赤が入りました。椿みたいでとっても綺麗ですよね。そしたら今日はハモは梅肉でいただきましょう。梅肉をちょんちょんちょんと、そしたらわさびをスリスリしてのせます。であとは色入れていきます。赤タデで、パセリってほんと万能で、こう空いてるところ詰めちゃえばいいんですから。しかもこの形もね、自由に変えれるんで重宝してます。使いやすい。カボスも添えて、で秋らしくもみじも添えます。で黄色もちょんと入れて、はい、これで10万円の海鮮ボックスから売ってきたお魚で作った刺し盛りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはこちらの渡りガニからいきましょうか。あ、もうね、身がパンパンなのがよくわかる。うわ、まずはこのスープ、いただきます。うめぇ、極上ですね。きっと割って、太い足の方、ここですね、ここがチキンのように肉が詰まってます。ほら、カニ酢をつけてもいいんですけど、このままいきたいと思います。いただきます。うんめぇ、うまみ濃いな。いい渡りだ、文句なし。塩加減も完璧。ではお刺身盛りいきましょう。今日も綺麗なのできたな。じゃあまずはこのハモからいきたいんですよ。今日は池だったので本当に一瞬湯がきました。なんでちょっとレアな感じですね。こちらいただきます。うわ、うまっ。いいハモ、でもちょっと半分の方がいいかもな。あのサイズは3枚おろしでよかったな。カボス絞って、このサイズ感がいいです。うわ、うまっ。カボス梅やばい、うますぎる。僕ね、すだち派だったんですけど、もう最近カボスが好きすぎてカボス派になりそう。どれだけ好きかっていうと、僕畑にカボスの苗2本植えました。そのぐらいカボス好きです。イカをいきましょう。このわさびでいただきます。うん、うわ、おいしいな。サックサクしてて、噛めば噛むほどこうねっとり口の中で広がっていって、甘みが強いイカなんですよ。ちょっと炭も出て、ご自宅では少しさばきにくいんですけど、これね、さばいた先に待ってるこのうまさ、このイカは半端じゃないね。すっげーうまい。お次、こちらの伊勢海老、わさびは少しのっけすぎぐらいがいいです。チューブはこんなのせちゃダメなんですけどね、すったわさびはもうこのぐらいいっちゃっていいんです。いただきます。うま、大好きだな。いい旅館とか行くと、たまに伊勢海老の刺身出るじゃないですか。出たとしても、まあ、この大きさだと2切れあったらいい方じゃないですか。でも自分でさばいたらこんなに山盛り食べれる。エビフライだの、エビチリだの、エビマヨとかいっぱいやってきたけど、やっぱりもうシンプルに刺身、味噌汁、この食べ方が一番伊勢海老を味わえるなと思いますね。このイケマダイもわさびと合うんだよな。つけていただきます。うわ、
美味しい真鯛だね。すごく透き通ってるわ。タイ独特のあの臭みみたいなもの一切感じませんね。甘みがあって美味しい真鯛です。シマアジいきましょうか。このシマアジはすごいよ。ちょんとわさびつけていただきます。うわうまい。あでも美味しい脂だな。お久しぶりにこんな美味しいシマアジ食べたな。うわ余韻がすっげえ甘っ。なんか人工物の一切ない魚の甘み、やっぱり分かりますよ。でもこれね、養殖の脂バリバリのやつと天然の脂バリバリのやつ両方食べたことある人じゃないとこれはね違いが分かりにくいかもしれない。天然もなんかね余韻なんですよね。口に残るこの香りと甘さ、口に入れた時の瞬間のインパクトっていうのは養殖もこの天然も似たような感じです。養殖物もすごく美味しいので、ただこの後味がやっぱね違うな、差が出てくるな。ここはそして今日はちょっとここら辺で挟みたいと思います。せーの、じゃん、ギーモのやつ、あーいい音。ドライグラスに注いでいきます。はい、7対3目指していきますよ。ここら辺で調整していくと、もうプロですから。はい、きた、完璧。美しいまでの7対3いただきます。飲んだ瞬間の飲み応え、そして瞬時に感じるキレの良さ、この躍動感がアサヒスーパードライならではですね。このねスーパードライでしか味わえないこの躍動感のあるうまさが銀色のやつ、辛口なんですよ。月に一度の特別なスーパードライ、出来たてはやっぱうまいですわ。月末の金曜日はそれが味わえて嬉しいですね。で月に1回の楽しみです。これはこれ毎回伝えてます。僕100万回ぐらいこれ言ってますけど、辛口って苦いっていうイメージじゃないんですよ。これね、ほんと分かってほしいんですよね。辛口っていうのはですね、こう飲み応えがあって、キレがめちゃくちゃいいんですよ。それが辛口っていうんですよ。苦いとは全く別物です。いや、この脂のりのいい刺身が今日多いんですけど、もう抜群に合いますね。ほんとにね、銀色のやつ何でも合うなと思います。出来たての銀色があってこそ、料理が成り立ってますね。そしたら出来たての銀色飽きましたことですし、次は金目いきたいですね。いただきます。美味しいな。程よく脂があってうまい。サワラちょっとカボスかけちゃおう。カボスわさびでいきます。醤油をあえてつけない。いただきます。ちょっとダントツで好きかもしれない。うますぎるわ。やっぱ今の時期サワラ食べんとダメだね。いやー素敵な魚たちだ。魚っていいね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はですね、変おじに作っていただいた10万円の海鮮ボックスから出てきた中身を使ってお刺身の盛り合わせ作ってみましたけども、まあ、あれはね極みです。想像をはるかに超えてきましたね。しかもちょうどいい魚種だったな。どう来るかなと思ったんですよ。僕の中ではもうでかい魚1匹ドンか10から20品目ぐらいドカーッと量で来るかどっちかかなと思ったんですけど、ちょうどいい。動画が作りやすかった。この仕入れしてくれた金大さん、そして変おじありがとう。いやでも今日僕もねやっぱいい魚さばるとね本当に楽しい。さばいててめっちゃ楽しかったです。で、まあ、今日特に美味しかったのがサワラで、シマアジ、そしてスミイカ。ここら辺はねちょっとこの今の時期じゃないとないクオリティだなと思いました。シマアジとマダイはあれもうちょっと寝かしたい。そしたらまた別の美味しさになります。特にシマアジなんか最高だと思うな。まあ、池は池で美味しさがあるんですけどね。そして実食の時に飲んだこちら、アサヒスーパードライ工場出来たてうまさ実感パックですが、毎月月末の火曜日に製造されて金曜日に発売されます。でまさに出来たての牛丼のやつなんですよ。特別なスーパードライ、完全に習慣になってまして、もうこれを飲むとあもう月末かと思うようになりました。皆さんもこの動画上がったら買いに行ってください。これはね月末しかやってないお楽しみなので、ほんと特別なやつなんですよね。1年間でこれ12回しか製造されないんですよ。ほんと特別なんでぜひ飲んでください。毎月この朝日さんとの動画楽しみにしてくださる方が多くて嬉しいです。朝日さんとの動画気合入っちゃう。ほんとはもうちょっと尺短くしたいところなんですけど長くなっちゃう。気合が入るからぜひお近くのスーパーなどで探してみてくださいね。月末の金曜日はこちらの出来たての銀色のやつ、これで乾杯しましょう。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。